さ、隊長。俺を助ける必要なかったはずだ。仲間を助けるのは当然なことだ。言っただろう、俺はウルトラマンの心を捨てたと。それは嘘だ。何？心は簡単には捨てられない。どんなに鎧で身を包んだとしても、君はこの星の知性体が下等だと言った。でもこの星の生き物もみんな必死で生きているんだ。その命を奪って復讐を果たしたとしても、君はまた別の鎧をまとわなければならない。地球という鎧を。美しいな。芹沢とはどんな人間だったんだ。え、相原龍と対するとこの人間の記憶が俺の中へとなだれ込んでくる。大切な人だったんだ、龍さんにとって芹沢隊長は。そうだろうな。俺が捨てたはずの感情が一瞬蘇った。剣、しかし復讐は果たす。どんなことをしても。剣、捨てられるはずはない。その感情が優しさであるのなら。今すぐできる。殲滅作戦。この太平洋上の無人島が決戦の場に選ばれました。島の周辺部には磁場フィールドを発生させる6つのパラボラが設置されています。この島の中心部にボガールを追い込み、パラボラから磁場を放射しフィールド上に包み込みます。つまりバリアーの檻に閉じ込めるわけか。そうです。いかにボガールのこのような重要な作戦をどうして私に説明させるのだ。それはこのような重要な作戦だからではないでしょうか。なるほど。さて、島内には 1200 ミリシンクロトロン砲が待機。ボガールはこの砲撃によって仕留めます。倒されたボガールはすぐに大爆発を起こします。しかし
その爆発エネルギーはこの磁場フィールドによって遮られ、周辺には一切影響は与えません。なるほど。作戦は以上。何か質問は？作戦の指揮はガイズオーシャンが。はい、クルーガイズジャパンは作戦のサポートに回ってもらいます。ちょっと待ってください。メビウスが現れた場合はどうなるんですか？そうだよ、メビウスは必ず現れる。メビウスがこのフィールド内にいたらボガールと一緒に爆発しちゃうじゃないですか。剣もな、奴も必ず現れる。何か対策は？ないわ。ないって、そんなメビウスを犠牲にしてもいいって言うんですか？今は人類の危機の解消が優先されるの。さあどうしようか。どうするって？今回我々は作戦のサポートを担当するわけだね。はあ。希望を探すこともサポートの一つでしょ。希望、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 希望。お前はいい。未来。はい。剣は俺が倒す。リュウさん、芹沢隊長の体を入れ物呼ばわりしやがった。許せねえ。絶対に奴は俺の手で倒す。芹沢隊長もきっとそう願ってるはずだ。待ってください。そんなことをしたら龍さんが重荷を背負うことになります。上等だ。ずっと背負い続けてやるぜ。芹沢隊長との思い出とともにな。さんにそんな重荷を背負わせるわけにはいかない。だがボガールとの激闘の後、磁場フィールド内から瞬間移動するエネルギーが残っているはずはない。しかしボガールを倒し、そしてこの星を傷つけない方法は他にはない。他にはないんだ。ボガール、僕はここだ。いつでも来い。お待たせしました。座れ。何？何なの？全員揃ったな。テッペ。ではボガール殲滅作戦における我々ガイズジャパンとしての作戦を説明します。ガイズジャパンとしての作戦？黙って聞け。磁場フィールドで構成されるバリアは、外側からキャプチャーキューブを浴びせ続ければ一定時間穴を開けることが可能です。そこでガンローダーにキャプチャーキューブ照射機能を搭載、バリアの檻の外に待機させます。檻の中にはボガールと一緒にメビウス、剣、我々はガイズオーシャンの作戦経過を見極め、ボガールが爆発する前にキャプチャーキューブを照射、バリアの檻に穴を開ける。この穴からメビウス、そして剣を救出します。救出？救出と同時に穴を塞ぎ、ボガールの爆発エネルギーだけを封じ込める。ただこれが行える時間はメテオール限界時間の1分間。でも
1分間でも希望があるんです。その通りだ。でもそんな勝手なことしたらどうして。これも立派な作戦のサポートでしょ。今まで一緒に戦ってきたメビウスを見殺しにはできない。人類の敵はあくまでボガールです。ボガールを倒しても失われる別の命があるとしたら俺たちがいる意味がない。でも剣はボガールを倒せばセリザー前隊長の体を剣は解放します。希望にかけましょう。みんな、セリザー隊長に会ったこともないのに。あ、ほら、泣くわよ。はい。泣かねえよ。泣かねえけど。みんな、ありがとう。ガイズの誇りにかけてプライドオブガイズね。それで行こう。プライドオブガイズ。ボガールが出現しました。どこに。フェニックスネストに接近してきます。ガンウィンガーで奴をポイントまで誘導します。誘導なら俺が。いや、リュウにはメビウスと剣が出現した場合の救出作戦に加わってもらう。未来、ガイス、サリー、ゴー。 GIG。 Welcome to Gunwinger。 プライドオブガイズ。プライドオブガイズ、みんな、ありがとう。ついてこい。決着をつけよう。ガイスオーシャン、ジバフィールドおよび1200ミリシンクロトロン砲、スタンバイ完了。作戦エリアへ到着。着陸します。ガンウィンガー、無事にジバフィールド圏外に到着しました。未来君、迎えに行くまでその海岸で待機。動いちゃダメですよ。 GIG。 小森さん、ごめんなさい。しました。ガイズオーシャン、ジバフィールド放射します。閉じ込めるとは考えたな。剣、これなら気兼ねなく奴を破壊できる。だがあのおもちゃは通用しないぞ。1200ミリシンクロトロン砲発射されます。
ビウス、力を貸してくれ。剣、俺の体は限界に来ている。お前の助けが必要だ。言ったはずだ。僕たちはウルトラマンだと。それに僕の仲間たちもついている。必ず勝つ。龍、ジョージ、任せたぞ。ジアジ、必ず助け出してみせる。ガイズの誇りにかけて。の体内エネルギーが急速上昇、危険な状態です。リュウ、ジョージ、出番よ。メテオール解禁。キャプチャーキューブ放射。今だ、その穴から脱出しろ。まもなく消える。オガールの爆発を見届け。復讐を果たす。バカを言うな。何してる。早く脱出しろ。
間もなくボガールは大爆発を起こします。どうして出てこないの、メビウス。もう時間がない、早くしてくれ。憎しみに五郎を支配されていた剣と同じです。なんだと、頭が二つになって生き返ったってこと。どうすれば倒せるんだ。リンダムはこの作戦には最適な存在です。奇跡は起きたんですね。俺の中にウルトラマンがいる。次回、母の奇跡。